鯖江市の越前漆器漆工芸婦人の箕輪正美と言います、まあ、春らしい漆器を集めてみました。漆器というとやっぱりお椀、お盆、まあ、朱黒っていうのが定番で基本的にはそんな感じなんですが、今回は和紙を使ったり特徴あるものを作ってみました。これは、ベースに、これ落水紙っていうボコボコした和紙を貼って、その上に漆を塗って鈴の粉を巻き込んで、で、その上にもう一回漆をかけて仕上げる、まあ、金属とか焼き物っぽい感じなんですけど、まあ落としても割れないと軽いというやっぱ漆器の特性を持って、これは3種類の素材を使ってまして、こちらは紙を巻いて和紙を巻いて、これは乾漆っていってやっぱり漆の技法で、漆の粉、細かい粉を巻いて、まあ、磨き上げる。でこれは、ちょっと黒くて分かりにくいですが、麻布を貼って漆で貼って漆を塗ってやる。これも、まあ、本来なら漆を塗る場合の下地という工程で行う作業で、通常は潰してしまって見えないものなんですが、こういう布張りというのはあえてその布を出すことによって柄として見せている。このカップはベースは欅の木をくり抜いたものになります。こちらはもう、まあ、伝統的な漆器というもの、昔からあるお膳とか夏目になります。こちらはやっぱ春なので、まあ、春らしいものをちょっと揃えてみました。一般的には正月とかに使うものですが、まあ、春のお花見でちょっといっぱい飲むのに春らしい柄をつけてみました、まあ、これも異素材ですが、ガラスを使った一応料理用のプレートなんですが、この足は木の漆塗りのものを使って、で、まあ、料理なんか持ってもすごく映えます。こちらはランチョンマットをですね、こういうお膳と同じ使い方のものを壁にかけてみました。こちらは店長のアイデアで壁にかけています。漆器というと赤とか黒というイメージですが、漆器の色は顔料で作っているので、まあ、いろんな色が可能だという。やり方は全く同じです。まあ、若い人たちにもこういうところから入ってもらって、まあ、漆器に馴染んでもらえることができるかなと。漆器の特徴、最大の特徴としましては、修理ということがありまして、これはお椀なんですが、こういう、これは飲食店で使っているのでひどいですが、こうなったものを塗り直してこんな感じにきれいに直すことができます。このタイミングで黒にするとか色を塗り替えることも可能ですし、部分的にここが傷んだのにここだけを直すとか、そういうことも可能です。傷は全部、要するに車の塗装のパテ埋めみたいな感じで直すことが可能です。ただ木だと変形する場合があって、変形したものは直せないんですね。歪んでしまったりとか反ってしまったりというものは直せないんですが、その他、まあ例えば割れてしまって取れてしまっても接着して修理は可能です。漆器の修理の応用というか、陶器の金継ぎも受けてまして、例えばこれなんかはこれバラバラに欠けてますが直すことができます。陶器だとちょっとしたチップとか欠けがよく出ると思うんですが、そういうのもこういう感じで部分的に直すことが可能です。